こんにちは、シーバードです。今回は Amazon で2198円のワイヤレスシステムを購入したのでレビューさせていただきます。中身はこんな感じで、箱があって、でブツがあって、で充電式なんですよ。なので充電コード、そしておまけですね、保証書、ピックがついてます。非常にシンプルでですね、説明書はこれだけと、裏に書いてあるだけというくらい、非常に簡単な接続方法なんでしょうね。私シーバードはですね、高校2年生の時にワイヤレスシステムを購入したんですけれども、当時ね、一番安くても5万円ぐらいしましたね。それがなんと今2198円で購入できると、しかも送料込みです。なんと素晴らしい時代でしょう。こんな感じでですね、なんか割としっかりしてますよ。で軽いですしね。でこれをギターに挿して、こっちをアンプに挿すと。そしてボタンがあるので、これで通信させるんでしょうね。ちょっと説明書見てみましょうかね。そうですね、ここのボタンがペアリングスイッチになっていて、Bluetooth と似たような感じなんでしょうね。もう挿してボタンを押すだけ。 TX にボタンを長押し、このギターマークの方を長押しして、ライトが点滅するとペアリングが待機モードになります。 RX の電源を入れ直し、ライトが3回点滅すればペアリングが成功ですと。後ほどやってみましょう。でこれ充電ね、便利なことにですね、 2way になってるんです。なので2つ同時にですね、充電することができるという風な便利なコードになっております。では早速ですね、1回アンプで鳴らしてみて、その感想と、その後ですね、ちょっとライン録音をしてみて、レイテンシーだったりとか音だったりとか、どれぐらいの劣化が講じているのかっていうのを見ていきたいと思います。では設定していこうと思います。まずですね、こっちアンプマークの方をアンプに挿します。こっちと、今電源オフ状態ですね。こちらをギターに挿します。こんな感じでこうピッタシですね。このジャックが深かったら挿せないかもしれない。ここがね、曲がらないんですよ。動かないので、固定されてるので、ここがね、深すぎるとちょっと刺さんないかもしれないですね。でもストラトで大丈夫なので問題ないかなと思います。そして説明書を見ながらやっていきましょう。TX2 ボタンを長押し。まず、電源を入れて TX2 ボタンを長押しすると、点滅します。点滅しました。ピコピコピコと。そしてこれアンプの方をスイッチオンにして、どうかな、これだけで OK？ ならないね。ならないよ。ライトが3回点灯すればペアリング成功です。こっちはね、今点滅してるから待機状態なんですよね。わかんないな。ダメだね。なぜ？なぜだ？もう一回押すのかな。ああ、なった。おお。わかりました。もう一回ね、こっちの方のボタンを押したら今つながりました。全然いいかも。
っちゃいいかも、全然いいかもしれないですこれ。まあ、こういう小さい音で聞いている感じだと、まあ、全然レイテンシーも何もなくですね、素直な音が鳴ってくれているように思います。ではライン録音をしてね、音がどれぐらい劣化しているのかっていうのを聞いてみましょう。というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。私シーバート的にはですね、かなり素晴らしいワイヤレスだと思います。2198円のクオリティじゃないですよね。音は聞いていただいた通り若干こもりがちになっちゃうんですけれども、アマチュアの人が家で弾いたりライブで演奏する分には全然問題ないです。つなぎ方も非常に簡単。ちょっと欠点としてはですね、ここが動かないのでちょっとぶつかったりしたら折れちゃうとか、そういった破損の問題は起きそうですね。接続方法もですね、慣れると非常に簡単です。で、何よりですね、充電の持ちが今ですね1時間半以上引いてるんですけれども、全然電池が切れる様子もなく、しっかりと長持ちしてくれますね。これはね、25年前だったらいくらぐらいだったんでしょうか。こんなに素晴らしいものを2198円で購入できる時代、ますますギター弾くのが楽しくなりますね。買って損はないと思います。ぜひぜひですね、ワイヤレスに興味がある方は Amazon チェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。